現実逃避の癖があります。私にもめっちゃありますよ、はい、先延ばしして忘れたり同じ失敗を繰り返します。そして自己嫌悪になります。いや、私と一緒じゃないですか、現実逃避癖。共感できますねこれ。先延ばしする人がいるじゃないですか。で、締め切りギリギリになって、なんでこんな毎回毎回こんなことやってんやろうみたいなことを思いませんか。あれ、心理学で締め切り効果っていう効果があるんです。締め切りになると人は超人的な能力を発揮するんです。心理学で証明されている。それを使ってるんだと思ってください。そうかって、スーパーマンになるために自分は貯めてんだ仕事をみたいなね。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。